に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずもう本当にいい声をされてますね、はい、ありがとうございます。大関智久投手23歳、力強いストレートと多彩な変化球、落ち着いたマウンドさばきも特徴的。5月28日には念願の支配下登録をつかみ取りました。普段こう感情を表す時とかってあるんですか？ああでも少ない方かなと思いますね。投げてる時も自分の中では結構起伏があるんですけど、感情その上下があるんですけど、動画で後から見ると全然出てないんで。ちょっとミステリアスな一面も大関投手の魅力の一つですが、大関投手の素敵な声とあとゆっくりした落ち着いて喋られる印象がありますので、ここでとべとべホークス企画に参りましょう。野球早口言葉チャレンジ。ここでいきなりですが早口言葉に挑戦。まずは元ホークス戦士、圧倒的なパワーを誇ったカブレラ選手にちなんだこちら。さあ皆さんできますか？カブレラから振り振り逃げ、カブレラから振り振り逃げ、カブレラから振り振り逃げ。よし行きましたね。はい、大関投手お願いします。はい、行きます。カブレラ空振り振り逃げ、カブレラ空振り振り逃げ、カブレラ空振り振り逃げ。おお、どうです、行けましたね、はい、スピード大丈夫です。かなり、かなり流暢に。ちょっと失敗期待してました。いや、はい、結構難しいと思うんですけど。結構簡単じゃないですか？あ、簡単でした。あ、はい、じゃあちょっともう一枚用意していますので。続いてはこちら、ちょっと難易度上がりますよ。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコムピョコピョコ。すごい。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコミピョコピョコ。おお。どう？成功されても落ち着いてますね。その平常心で即戦略として期待がかかりますよ。お願いします。カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコミピョコピョコ。あれできちゃったって。伝説のホークス応援番組が10年ぶりに完全復活。期待の若鷹から主力選手までその素顔に迫ります。毎週日曜夜9時54分から。